Sensei. Eh? Sensei? その呼び方はやめろって言っただろ、メイ。俺はもう先生じゃないんだ。お父さんって呼んでくれよ。え？メイのパパ？ってことは、私のパパ？これ。失礼します。ちょい待ち！よし。メイパパ、メイはすごいんだよ。一年なのに、立派に生徒会長してて、それに、おじいちゃんがいない間、ずっとパパが継ぐ学院を一人で。やめて！メイ。俺はもう、学院には戻らないぞ。え？甘いものは今でも好きなんじゃないかな。前にメイとデート、出かけた時一緒にクレープ食べたし。そりゃよかった。ゆずちゃんがメイのことを好きみたいで。別に好きとか言ってねえし。ありがとうな、メイのそばにいてくれて。